幼馴染とか嫌いって言いながらたくさん DVD を借りたりしていて気になったんだ。 UFO 何あれ誰。ほいということで今回もやっていきたいと思います。ってことで多分これで最後やと思うんやけど、まあ、それもまた校舎の中に、あ、これ繋がっとんや。別の教室かと思った。マンションやろこれ。研究？おい。なんか布かぶせとんかあれ。聞いてくれ。未来科学クラブはついに完璧なパワードスーツの開発に成功した。パワードスーツ？その名も PD700R カスタム。うん。近々お披露目する予定でね。部室で厳重に管理していたんだが、どういうわけか行方不明になってしまったんだ。え、どういうこと？頼む。あの機体は人類の新しい力だ。なんとか探し立ってくれないか？うん。勝手に動くパワードスーツ。アワル達人から行方不明になった新型パワードスーツを探してほしいと頼まれた。謎のパワードスーツ行方不明事件。まずは情報収集に出発だ。量産型ロボフェイス。これ結構、あれなんや、なんか、材料が集まりにくくて。やった。しかもこれいいやつなんよね。勝手に動くとか超迷惑。ありがとう。助かるよ。誰かが盗んだとしても、かなり大きいから、きっと目撃者がいるはずだよ。うん。校舎の周辺で誰か見ていないか、探してみてくれ。それにしても妙だな。起動キーは僕しか持ってないのに。クエスト、勝手に動くパワードスーツ発生。調査を開始しよう。あれは？抱えて出ていったとかじゃないの？そんなことはないんだな。憧れのパワードスーツ！どんな感じか早く見たい！どこに行けばいいのか。映画ではたくさん見てきたけど、ついに本物を見られる日が。どんな見た目なのかな。学校側並みにバカでかかったりしてな。どこなんだロケットと。1階まで降りてみよう。校内？パンチとか出るから校外かな。ウィーウィーマジアバテンション上がってきたわ。なあなあこれやるよ。ウィースイーツシロップを2個手に入れた。やりたい。なんでか知らんけど、みんな分かってないよね。じゃあ吹雪さんはどんなのだったらいいの？そりゃもちろん色気があって知的で繊細でたくましくてそれでいて怖っ。んと、あ、なんかこ、え、どこ？あ、こんにちは、どうも。お二人揃ってどうも。この子かよ。なんか今の二人かわいい。え、パワード、なんだって？あ、未来科学クラブが作ったロボットみたいなやつか。そう。それならテニスコートの横を走ってくのを見たよ。自分で走りよんや。マジか。あれ、誰が乗ってんの？誰がじゃない、誰か乗ってんのか。どっち？こっち？どこですか？あ、あれや。おったおった。君だね。そうね。パワードスーツかどうかはわからないけど、丸っこい人型のメカなら見たよ。グラウンドの西側にさ、飼育小屋があるでしょ。あそこでしばらくぼーっと突っ立ってたよ。なんだそれ。黄昏れてんのか。ん、君は。あ、飼育小屋の前。この子？この子パワードスーツじゃないよね。ああ。未来科学クラブのロボット？もしかしてあれのことかな。いや、なんか小屋の前に立ってたから、なんだろうと思って覗き込んだんだ。そしたらびっくりしたような感じで、病院の裏の方に走ってったよ。そう。びっくり、感情があるの。まったく、びっくりしたな、こっちの方だっての。病院の裏？え、なんか範囲になったんやけど。どういうこと？病院ってどれ？あ、これ？病院、もしかして。Y 学園総合病院。なんか UFO みたいやね。よっ！あ、で、うわ、でか！思ったよりでかかった、びっくり。PDR カスタム。こいつやね。よっしゃ！やっと見つけた。ん？こいつ、誰も乗ってなくないか？え？なんか向かってきたぞ。戦闘ですか。なになになに？ PDR カスタム。このまま戦うってことよね。ふん！くしょー。ちょ、変身したいな。おりゃ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 。何よ！おりゃおりゃおりゃ。いやー。オープン！何あれ目が今頭上の目何なんか攻撃飛んできそう。めっちゃ飛んできそうやった今。
ワイルドボーイ。ねえ、あの目何？ワイルドアクション。あ、なんなんだろうか。 UFO 研究部員がやってきた。へいへいへい。まあね、同盟組めば組むほどいろいろと役に立ってくれるわけやけん、戦闘中に。よっき。よっき。ショータイムだぜ。なんかたまにさ、テニスボールとか出てよるのは結構わかっとんやけどさ、なんか他のも気になるよね。花子さん頑張って。挨拶代わりだぜ。君粉砕する。知りとなるがいい。戦う時結構強かったけんさ、私らと。君がいるタイムだ。弱くなるっていうのはあるあるやけど。超誰か私を助けて。近寄れないんじゃないですかね。はぁ、あえぬか。ちょっと待って、私の変身が解けたんですけど、あとちょっとやん。怖い。あれ、なんか目なくなった。マニア。よっ、よっ、よっ、変身なしで。変身してない状態でやっつけてしまったよ。イエーイ。もうアイテム全部集めた？こら、なに？優しくって言ったでしょ。そんなん言ったっけ。全然、全然知らない。なんかかわいい。ごめんね。ああ、こんなに傷だらけになってる。大丈夫。私がすぐ直してあげるからね。おい。いや、その必要はない。お？そいつはこのまま破壊する。マジでかわいそうに。心があるんじゃないの？違うの？壊しちゃうんですか？嘘！どうして？そんな。何もそこまでしなくても。ああ。PD700R カスタムは人間の手となり、足となるために開発した新たな力だ。だが暴走した今、その力は我々人類の脅威となりかねない。でも、ふぶきちゃんに渡したらちゃんとしてくれるかもしれんや。確かにこれが街で暴れたりしたら大変なことになるかも。わかってくれ。これは科学の未来のためでもあるんだ。でも、それはそうかもしれない。でも、もうだからってこの子に罪はないよ。逃げるわよ。おぉ、マジか。待て。まさかの、ちゃんと言うこと聞くやん。おい、ふぶき。森の奥、何、二人心が通う。襲われたりせんよね。ごめんね、急に連れ出しちゃって。でも、放っておけなかったんだ。喋れないよ、この子。私ね、小さい頃からメカが大好きなの。だってメカって、人間と違って嘘つかないでしょ。だからメカのためなら何でもできちゃうんだ。そうね。あなたのことをパワちゃんって呼んでいい？パワちゃん。PD700R カスタムってちょっと噛みそうだし。なぜパワーちゃんなの？パワーのパワーなんやろうけど、きっと。腕のジョイントのところ、接続切れかかってる。うん、きっとさっきのバトルね。もうみんなやりすぎよ。これ、今ある工具だと修理は難しいかも。え？自分でやるの？マジで自分で直せるのすげえ。直った？すごい。あっという間に直しちゃった。私でも難しい作業だったのに。頭もいいんやね。素晴らしい。それにバトルもすごく強かったし、あの動き、性能超えてたんじゃない？私、戦いながら感動しちゃった。てれてれ。かわいい。ハワちゃん。ハワちゃんってさ、人間でしょ。お、心はってこと？わかりやすい。図星なんだ。どんな原理かわからないけど、このスーツに乗り移ってるんでしょ。あ、そういうこと？なるほどね。戦っててなんとなくわかっちゃった。それに何より、メカは照れたりしない。霊が乗り移ってるってこと。だからってどうもしないよ。だってパワちゃんはパワちゃんだから、喋れないのね。きっと本当のあなたも、パワちゃんみたいに強くて素直な人なんだろうね。なんで暴走したんやろ。うん！計算することないよ。いくら乗り移ってるからって、メカに詳しくなかったらあの動きはできない。少なくともメカに対する愛情や知識がとても深い人だと思う。なるほどね。そっか、霊が乗り移ってるってことは、その霊の知識ってことやもんね。もしかして自分に自信がないの？だからメカに乗り移って自由に。そういうことなのね。でもそんな目立つ格好で。そっか。でもね、ばあちゃん。そうね。
私は本当にあなたはすごい人だと思うの。だって腕の修理、あんな難しい作業を簡単にこなすなんて普通できないよ。ええ。あなたは素晴らしい技術と才能を持ってる。自分に自信がないなんて、そんなの思い込んでるだけだよ。だからさ、自由に好きなことやってみない？ばあちゃんみたいに。ね。どんな子が乗り移っとんやろ見てみたいんやけど。中身。ふぶきー。来た来た。ねえ。やっと見つけた。ふぶきさん大丈夫？あ。どこか怪我とかしてない？みんな心配かけてごめん。私は大丈夫だから。アワド先輩、この子の破壊、考え直してください。見ての通り、もう暴走はしていません。いや。しかし。はい。問題があるなら、その問題を特定して修正するべきなんじゃないんですか？いきなり壊したら、その問題が何だったのかすらわからない。うん。科学者として、アワド先輩はそれでいいんですか？う。確かに姫川くんの言う通りだ。僕は研究の成果を焦るあまり、大事なものを見失ってたのかもしれない。うん。わかった。PD700R カスタムの破壊は取りやめることにするよ。うわー！本当ですか？ああ。その代わり、明日また未来科学クラブの部室に来てほしい。調査の結果を君にも見てもらいたいんだ。ええ。もちろんです。よかったね、ふぶきさん。うんうん。これで一安心だね。うん。明日。お、なんか解放された。一日経ったら未来科学クラブの部室に行こう。それはゲームの中での一日ってことでいいから。もう寝に帰ったんでいいの？あれ？青戸先輩にそっくりな人がいる。双子ですか？あ。こいつは双子の弟、のりやきさ。なるほど、なるほど。なるほど。道理で似てるはずだね。長いこと未来科学クラブに誘ってたんだけど、ずっと断られててね。それが昨日ようやく入部してもいいって言ってくれたんだ。どういう風の吹き回し？全部吹雪さんのおかげだよ。え？私？うん。僕たち双子は体も顔もそっくり同じなのに、すべてにおいて殺したは僕より優れてた。うん。いつも比べられて、いつも負けて、それが嫌で嫌でたまらなかった。え、もしかしてこの人の生き量とかじゃない？あの、パワちゃん。そんな時入院して、もうずっとこのままでいいやって。だって、外に出たって僕には何もない。何もできないから。あ、もしかして、パワちゃん？入ったな。分かっちゃうんだ。あ。僕もノリヤキから聞いて驚いたよ。死んだ人じゃなかったんやね。PD700R カスタムの暴走の原因は、人間の魂が取り付いてたから、なんてね。うん。そう。どういうわけか僕の魂は、あのスーツに乗り移ることができた。けど、そのおかげで僕は、吹雪さんに勇気をもらえたんだ。勝つ人と向き合って、僕は僕にしかできないことを見つける。ええ。のりやき先輩なら大丈夫。だって、あんなにパーちゃんを上手に扱えたんだもの。ありがとう、吹雪さん。あ。僕からも礼を言うよ。おかげで、のりやきも無事退院。何より、未来科学クラブに期待の新生を迎えることができたんだからね。勝つ人。うん。そうだ、君たちにこれを受け取ってほしい。未来科学クラブの求人簿をどう手に入れた？持っている生徒課はどうセットしよう？頑張ります！任せてください。バンバン人材を紹介しちゃいますから。ありがとう、頼りにしてるよ。まあ、紹介するだけじゃなくて、私勝手に抜けさせたりもしよるけどね。入れた後で。ふぶきさん。ふぶきさんの言った通り、メカに罪はなかったね。え、変！でしょ？メカに罪なし。そして、メカ好きに愛ありってね。パワードスーツどうなったんやろ。中身抜けたけど。お、これでやっとクリアか。長かった。Y メダル、勝手に動くパワードスーツを手に入れた。うわぁ！メダルじゃん。やったな、ふぶき。どんなもんよ。どう？イェイイェイ。これからもメカのことなら、全部私に任せてね。全部。クエスト、勝手に動くパワードスーツ、バッチリ解決。勝手に動くパワードスーツ量産型ロボフェイス、やったね。データは十分に揃ってきています。まあもなくですね。あれやん、 YK のところやろこれ。うん、エイリアンウォッチと YSP ウォッチはまだ途中過程。
その両方のウォッチの力を兼ね備えた最強のウォッチをさらにすごいウォッチ開発しようよ。絶対に完成させるんだ。すごい。これが完成すればくまこさんの悲願が叶いますね。え、で、それはまたろうくん。そういうことじゃないから、満を持してこれはうちの、いえ、うちとラントくんの悲願。何、関係性を知られちゃいかん何かがあるの？出会った時のラントくんは UFO が大嫌いって言ってた。幼馴染みとか嫌いって言いながらたくさん DVD を借りたりしていて気になったんだ。 UFO 何あれ、誰、あいつらは俺の復讐の対象だ。何そんな時代があったの？なんかめっちゃチャラいんやけど。旅行で山に行き、俺と家族は UFO を見た。真面目な感じの人ではなかったのね、元は。けどそのせいで家族はみんな消された。すごいびっくりしたんやけど、急なオフショルダー。あいつらは人類の敵だ。びっくりしすぎる。ちょっと待って、話が入ってこない。何その外見としか。 UFO に興味を持つのはやめろ。どんな目に遭わされるかわからないぞ。横に置いとるのなんなんやろ、それぞれの。そうか、やっぱりいるんだ。そっかそっか。どうした？あの足がついてない感じすごい可愛いんやけど。UFO はいる。なんかね、めっちゃ本当にいる。宇宙の彼方からやってきたマスコット的な感じ。宇宙人はいる。それってすごい。宇宙ってすごい。これは声に出してるの？心の声？声に出したんか。家族のことあるのにごめん。でもうち思うんだ、地球人にだっていいやつも悪いやつもいるでしょ。悪い宇宙人がいるからといって宇宙人全体が悪いやつとは限らないじゃない？なんだと？提案なんだけどさ、うちらいい宇宙人と手を組んで君の家族を消したやつをやっつけるって。まあ、味方に引き入れれるんやったらね、すごいいいことやと思うけど。考えておいてよ、宇宙のことだったらうち役に立つと思うから。でもあれやん、ビッグブラックやっけ、あの宇宙人のやつ、宇宙人のやつ一緒にやろうよ。あれもうあれやん、味方にして一緒に戦いよりやん、メダルで。お前、それからウォッチを開発して、幼馴染っていうほど小さくはなかった。ラント君はすごいって褒めてくれて、引きこもりがちで自信のなかったうちがラント君の前なら前向きになれた。だからでも友達じゃない、ラント君のためにうちはなぜウォッチを完成させる。そして地球侵略を企むエイリアンを追い出すんだ。かっこいいね、クマ子さん。その通りよ。お、エンナ先生来た。てか久々に見た気がする。エンナ先生。最近全然ここからの指令がなかったけんね。 YSP クラブが遭遇した怨霊たちは、てかまあ、本来の能力を超えた力で暴走して、トワイライトセブン54やったっけ。これらの事件はおそらく奴らが介入している可能性が高いわ。自分たちの手を汚さず、奴らっていうのは宇宙人のこと。人間が生み出した怨霊の力で人間を襲う、ずる賢い奴らの考えそうなことね。でもそれだけでは終わらないと思います。黒幕があるってことね。奴らの本当の攻撃はまだ始まっていない。本格的な攻撃が始まったら今以上の、じゃあもう今の状態じゃ全然ダメ。だからこそウォッチの強化が不可欠。だって今だってね、もうレベル100はとっくに超えとるわけやん。そうよ、あなたたち Y 剣と YSP クラブには学園の、いえ人類の未来がかかっている。うわー、壮大すぎる。はい、すごい。肩の荷が重いよ。うちらが必ずやり遂げてみせます。肩の荷が重い。これは荷が重い。肩のいらんかったかもしれん。クマコさん、過去の戦闘データから揚力臨界点の特定に成功しました。一歩前進ね。ありがとう、ヒロノくん。 YSP クラブもトワイライトセブンを解明し、トワイライトセブン全部解明できたよ。順調にことは進んでいるけれど、その分奴らは警戒を強めている。ちょっと真相に近づいていく感じかな。悠長にしていられないわね。はい、ラントくんたち頑張ってる。うちもできることをやらないと。何、どこ？お、 YSP クラブの動向を調べた結果、あの科学実験棟にたどり着きました。ん？こいつは？なんか途中のクエストの時に出てこんかった？ Y 剣と呼ばれる者たちが
極秘に YSP ウォッチを開発していたのです。そう、Y 剣の時のやつじゃない？そういうことか。よね。それじゃ、早速潰しちゃおうかしら。何？向こうの味方なの？はっ。マジか。トワイライトセブンの謎を全て解明したか。はい、解明しました。素晴らしいぞ、YSP クラブ。ありがとう。いやいや、それほどでも、アルマジロー。寒いよ、おしゃれが。からの、アルマゲドン。何言ってんだい。まさかの二段活用。ミステリアルメダルは7枚集まった。あとは封印を解くだけです。封印ってなんだ？ちょっともうなんか元々そのメダルを持って次のワイサークルに行ってちょうだい。次のワイサークル？次のですか？何？次のワイサークルって前のとはまた違う。学園内で現在3箇所見つかっておるのだ。へえ、初耳。学園七不思議の時のようにメダルが封印を解く鍵になる。なるほどね、また入り口で使うってこと。ほうほう。え、じゃああれよ、エンナ先生、3つ目のを解くときにはまた封印を解いたらまた何、学園七不思議トワイライトセブンときて次は何、また7つ何かがあるってこと。何言ってんだ君。どうしたの。何言ってんだ。愛のご褒美レッスン特別戦をキュービ君限定公開でお願いします。久々にこのキャラを見た気がするよ。なんかなんだそれ。キュービ最近あれやんねん。え、入れとったっけ。じゃあ俺も入れとったか。入れとったわ。メンバーに愛のご褒美です。最終章中の嵐ちんぺい君限定公開で。エンナ先生、相手にする必要はありません。冷静だね。まあいいわ、頑張ったらみんなでね。多分ふぶきちゃんはいらないんじゃないかな。はい、わかりました。それでトワイライトセブンのメダルはどのワイサークルに対応してるんですか。てか次のワイサークルどこにある。それは学園の北東にあるワイサークルよ。北東このコートは風紀タワーの近くあるかな。そんじゃ早速行ってみようぜ。ワイサー、エッサー、ワイサッサー。何それ、全然気合入らんのやけど。全然気合入りにくいんやけど。どうだったかね、ワイケンの研究は。なんか破壊されそうよ。破壊というか邪魔されそうよ。着実に進んでいます。おお、そうか。ワイケンには地球の未来がかかっている。頑張ってもらいたいところだな。地球の未来、やばいな、壮大だ。衝撃第二の Y サークルに眠るもの。第二の Y サークルは何があるんだろう。第二の Y サークルに行かんといかんわけよね。よし、とりあえず1階まで降りてこう。何かが封印されているのかもしれないな。ボロミの次だから。あ、そっか、次ゴリラ妖怪に違いない。どういうこと、ゴリラ妖怪かな。黄色い猫妖怪の次だ。じゃあもしかしてまたあれか、哺乳類。そこを予想するんや。尻尾、あのまた変身できる形態が増えるってことか。ゴリラの可能性はないとは言い切れないな。え、なんかめっちゃ楽しみなんやけど。いやいや、最初は真面目に答えなくていいから。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。え、なんかすごい次の形態が増えるんかが楽しみ。何形態ぐらいまである。第3のサークルまであるってことは、そこまであるってこと？ 4 形態ぐらいある。やば。わからんけど。